前回までの話、25km 地点の林道を抜けた後には、風光明媚な赤い橋を渡ったり、海のそばを走り CP1 にチェックインしたりと、いい景色に出会うことができた。何度か転倒を仕掛けながらも、対面通行をする林道のルートを2つ通り、時刻はお昼に。お昼を食べた後は、いよいよ昨年手を焼いたチャレンジルート、無事に走り切ることができるのか。DOA2024 春のラリーの動画は、今回で完結となります。7キロ先で右、その先道の駅がありますね。この道の駅で休憩しましょう。まあ、観光国道、ランチとガソリンはこの間で取れって話だったんで、大変だった湯の木とかの入り口の近くです。まあ、ここら辺でもう飯食わないと蹴るとこねえぞって話ですね。今年もまたあの間のルート走ることになるのか。今年は何もなく終えたい。何事なく走り抜けたい。おお、めっちゃ並んでんな。いや、道の駅で休みたいって言ってたけど、どうなんだろう。ラーメン食いたくなってきた。房州麺処ラーメン、こういうラーメン屋でもいいな。あ、この道の駅ってあれかな、前ゴースト行った時に行ったとこかな。あれだ、やっぱローズマリー公園だ。ああ、道の駅のローズマリー公園ってここなんだね。なるほど。前行った時はここから大谷千枚田、なんかだんだん畑じゃないけど、都心から一番近い千枚田のとこ行った思い出があります。また外房のいい景色です。お、倉沢さんたちはここで飯食ってんのか。ぼちぼち、飯も食いたい。いや、こういうね、激しい運動をした時とかは、ラーメン食いたくなっちゃうんですよ。ラーメン食いたい、ラーメン。ラーメンにしよう、ラーメン。そんな感じで夜もなんか山岡屋行きそうだな。いやけどね、こういうもうハードに汗をかいて塩分が足りなくなった時には、やっぱね、こういうそういう塩辛いラーメンを食うのが一番ですよ。さっきラーメン食いたいって散々言ったけど、こういうところってラーメン屋ってあるんだろうか。大体なんか魚の店が多くて、ラーメン屋とかあんまり見ないイメージで、ということは大体みんなそういう地魚料理を食うべきなんだっていう話なんですよね。あー、ラーメン屋やってない。いかん、もうえり好みしてたらもう本当に入れる店がなくなるんで。いや、もうそろそろちょっと入りますよ。ご飯食べられるとこもしかしてない。こうなりゃもう本当に僕はそこら辺に目に入った店に入りますけど。でも清掃センターの看板ってあるでしょ、もう あそこなんですよね。そうするとここで食わないと本当に危ない。うん、街が見えてきた。さすがになんかあるだろう。お、中華料理鴨川食堂、いいね。これどこなんだ。いや、どこ行ったけど実はなかったよ。いやけど、もうそろそろあるんじゃない。松本清とかあるね。ここら辺でいろいろあるんだろう。良さげな店があるぞ。雲ってなんだこれ。お、中華料理って書いてあるね。パチンコ屋の居抜きで。あ、これあれだ、たまに房総にあるなんか謎中華だ。行こう行こう、ここうまいんだ。こういうタイプのやつが一番うまいんだ。よし、中華食うぞ。はい、昼に入ったところで、中華料理です。麻婆豆腐セットです。これでですね、800円、1000円いかないぐらいなんですよ。房総半島にたまにこういう謎の中華料理屋があるんで、好きで行ってるんですが、これを食べて午後のパワーをつけて頑張ります。はい、中華料理福盛り、分かんないけど、まあそんな店でした。すごい量があって、なおかつあれで980円でした。1000円でも
お釣り来ちゃうぐらいでしたね。まあ、量も結構多くて、まあ、味も美味しくて、いい店でした。今ので、もうだいぶパワーをつけることができたんで、午後はハードなところ行くんで、無事、転倒せず、怪我もせず帰れることを願います。850チャンネル。はい、昼ご飯も食べ終えたので、いよいよ午後のハードなセクション行きましょう。まあ、今まででも十分ハードなところもありましたが、午後はより一層ハードになります。ここが新金とコンビニですね。大体も合ってるんで、このまま合わせずに行っちゃいます。5キロ先で戦争センターの看板の方に入って右ですね。去年は、逆側からこの道に入った感じでしたね。おー、なるほど。で、まあ、5キロ先でまたあの道に入っていく。ぼちぼち清掃センターです。清掃センターに来ちゃった。クリーンステーション鴨川。どうやら今回 CP2 は湯ノ木線に入るところで CP2 になるようです。モテ崎に右入って、ここら辺で CP が入る。前後する可能性があるって言ってるんで、まあ必ずしもここにあるってわけじゃないですけど、まあちょっと入ってからとか。あったどうもー。よっこいしょ。よし。今、まあ、CP に着いたんですけど、ここが開始されたのが10分20分ぐらい前で、来た人がまだ1人ぐらいしかいないっていう話だったんで、結構早めに来ちゃった感じがしますね。お、どうも。まあ、自分も結構ガバッと早く切っちゃったんであれですけど、チェックインだけします。さあ、自分もそろそろ行きますか。自分一人ぐらいになっちゃうんで、何かあったら自分で対応するしかない大変な道になります。まあ、けど去年一回通ってるんで、どんなもんかは分かってますが、それがどう変わってるかどうかを注意しながら進んでいきましょう。さあ、湯の木です。今年はどうなるんだろう。去年はもうびしょびしょだったけど、今年は比較的乾いてるから、そんなに大変ではないのかな。もうここ乾いてるね。ここ乾いてるねって言った矢先にこんな深くなってるのでやめてほしいんだけどさ。よしよし。はい、通行止め、落石注意。落石っていうよりもさ、もう土砂崩れだよね。よっ、何これ。ありがとうございます。やば、今のやば。いきなりめっちゃ怖かった。もう洗礼を受けましたね。よいしょよいしょ。なんかめっちゃフラフラするんだけど、何これ。なんかめっちゃフラフラするな。なんだ、なんか歪んだ、なんか変な感じがします。なんかフラフラするけど、なんかもっとやばくなったらちょっと考えますね。なんもないとは思うけどさ。よいしょ。ちょっと変な感じがするんで、ちょっと注意して走ってきます。今はなんもないんで、一時的なやつかな。いや、一時的なやつって何。よいしょ。一時的なやつって何って感じだけど、なんだろう、変な感じがします。850チャンネル。よし。はい、2回目のダートセクションです。ここは比較的
穏やかなとこが多かった気がしますね。ここは普通のなんかこう閉まった林道感が結構あった気がします。去年走った時は。ごめん嘘ついた。これどこ行こう。あ、端だな。さあ、うん、洗濯板ゾーン。ここは普通にフロントバツ重してやれば、うん、いける感じですね。さあ、ここら辺から怖くなってきます。よいしょ。去年とは全然様相が違ってきてた。よいしょよいしょよいしょ。おいしょ。どうもー。参加者の方だ。ここはね、止まっちゃダメ。あ、大丈夫ですか？はいはい。やっば。おっしゃ、いける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 いけ、伸びる伸びる伸びる。よっしゃ、いった、登った、やったあぶねあー、ヒヤヒヤした。楽しいね。よいしょ。去年ぶりに行ったぜ。いや、こけずに行けた。よいしょ。よっしゃー。あ、熱いハガーンが出ましたけど、僕はだいたいテンション上がるとこうなります。よっ。登れる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 。右側行くぞ。よし、よいしょよいしょよいしょ。いけ。はあ、楽しい楽しい。よし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 。あ、やばい。あ、やばい。よいしょ。よっしゃー。去年のあの雪辱を晴らしたぞ。よっしゃ。あー、疲れた。ちょっと休憩。あー、疲れた。で、本当になんだろう、これ揺れるな。普通の悪路走ってる時はそんな気にならないですけど、普通の道走っててめっちゃふわふわする。なんだこれ、怖いんだけど。行くんだったらこのまままっすぐ行っちゃって降りた方がいいんだけど、なんかめっちゃフラフラする。怖い。何これ、マジで怖い。けど今ここに来てさ、あれ行かないのどうする。後ろは
大丈夫だし、空気抜けてる様子もないっすね。緩やかにグーグーってなりますね。なんだろうこれ、よくわかんないな。どっかホイール歪んだのかな。泥の先に木があるだけのところでやったんで、そんななんかこうハードにガツンってやったわけじゃないんですよね。このまま走れないことはないんですけど、あのバイク乗ってる方だったらわかると思うんですけど、いつもと違う感じがしてる時にあんなハードな道行くとどうなるかわかんないんですよね。でこの林道ってまあ、今左に曲がれっていうのが正しいやつなんですけど、まっすぐ行けばそのまま下にまで降りていけるんですよ。ここだけパスしようかな。ここまで見てくださった方に本当に申し訳ないんですけど、ちょっと今回は安全を第一にさせてください。許容できない怖さがあるので、これちょっと湯の木でちょっとギブアップにさせてください。ごめんなさい、これはもうちょっと怖くていけない。ちょっとこれ QR コード読んで、ちょっとこのまままっすぐちょっと降りてきます。何かあるけどまあいいかって言ってこん中行ってこけて死んだりするよりも、なんか変な気がするっつって今ここで諦めて、何もありませんでしたで笑い物になる方が僕はまだマシだと思うので、ちょっとこれは僕このまままっすぐ行って次のポイントに直行します。いやーマジでマジで嫌だな。マジマジ、ただなんか結構ね揺れるんですよ。カメラ越しでは伝わってないかもしれないですけど、結構小刻みに揺れてて、どんな速度でもちょっと怖い。ちょっと CP の場所が分かんなくてちょっとさまよってたところ、172.63 が、今いるこのもみじロードの場所の出口だってことが分かりました。なんでこのまままっすぐ行けば 176.82 で CP3 らしいです。案内される場所はあれだったんですね、 CP3 の場所じゃなくて CP3 に行く直前のコマの場所だったんですね。いやチャレンジルートで朝通ってきたあそこの道2回目通らされるのはしんどいっすね。じゃあ、176.82 あたりで CP3 になるポイントまあいきます。はい、というわけで CP3 に着きました。本当にやばいところ全然通ってないですけど、まあ、ここにまでは来れました。ちょっと他の人の到着を待とうかなと思います。あまりにも早く来すぎちゃった。 CP3 でまあちょっと佇んでいたら田川さん軍団が来ましたね。もうアドレスとかも全部もう横を抜けてきたそうです。すごいな、歴戦の後ですね本当に。もうドルだらけになって、いや楽しそう、自分も走りたかった。はい、まあ今途中経過です。ホイールとかは見たところ歪みとかはなさそうなんですけど、どうなるかわかんないですね本当に。まあ、ただこれから先はそんなに激しい林道を走らないって言ってるんで、まあ、なんとかなるでしょう。めっちゃ汚れとる。もう明日とかは洗車したいぐらいですね。時間調整のためにちょっと長いしすぎたのでそろそろ出ましょう。田川さん、倉沢さんたちはもう出たので行きますか。よいしょ、おはようございます。で 176.82 で、曲がることを忘れないようにって言われたんで、そのまま行きます。そろそろかな。どこ、これ、いやけど橋じゃないの、登るでしょ。ただもうちょい先、これかな。え、違うな、あれどれだ。通り過ぎたかな。手前だか、手前だった。あ、世界に落とされた
やってしまった。リバースするつもりがめんどくせえ。ちょっと 176.82 っぽいものを見つけてからやってます。これかな、これかな、これっぽい、これかな。もうめんどくさくなったねこれ。ここで考えて 2.31 でまっすぐになるかどうか見ればいいかなと思ってました。よいしょ。 2.31 で右に曲がれれば OK ですね。マジでめっちゃ痛いミスした。リバースモードにしようと思ったら000にしちゃった。そういう時のために多分こういうのがあって、あの都度初期化してけよって話だと思います。あ、そっか、こいつで、こいつを000にすればよかったんだ、一緒に、一緒のタイミングで。うわ、ミスったな。とりあえずこっち行ってみましょう。2.31 で、こっちでしょ。右でしょ。はい。うん、良さそうっす。そしたら、ここでまた、距離をゼロにして、で、次。550m のとこを左、ここ左ですね。大丈夫、はい、次は、2km 先をまっすぐ。こういうこともできるんだぞっていうのは頭に入れた方が、まあ、何かあった時に楽というか、まあリカバリが効くって感じですね。本当だったら両方とも00に最初にしといて、今のやっちゃったらまあいいや、こっちでやれるって言って、まあ、やってもいいんですけど、今のは今回こっちはあの初期化するのを忘れててめんどくせえって言ったんで、もうこっちにしました。あと 20-30km なんで、まあそれでちょこちょこやっていけばいいかなと思ってます。はい、もうそろそろで、ラストダートに入るそうです。去年と同じようにボテミで最後かなと思います。 600m 先から、ダート、ラストダートが入って、ダートと舗装交互だそうです。はい、でここからラストダート、よいしょ。先行っていいっすよ。もう SS 乗りしてる。ちょっとさっきのでも怖くなっちゃったんで、そんな激しい乗り方はしないっす。よいしょ。また今年も洗い越し。いやーいいね。いやー、ここのトンネル手掘りでいいっすね。コウモリ住み着いてる。よし、で出て、でここの泥は注意して走って、での1キロ先でまたあの急カーブする。いやー、高っ。いつ来てもここは高いな。で、すごいこう木がガーッと落ちてる。昔ここが多分土砂崩れを起こしてそのままなんでしょうけど、はい、ここを右上っすね。去年もここ曲がった。はい、曲がれた。でまたダートと舗装が交互になる。なんか去年ここら辺がぐちゃぐちゃだったんだよな。多分今年も変わんないでしょ、ここね、ぐちゃぐちゃ具合。
まあ、けどそんなか、まあけど一応最新の注意払って、まあ、注意払うことに越したことはないんで、おっしゃー、はい、OK で 0.31 で、ラッダーとかな、またよいしょ、よっよいしょ、よっ、よいしょ、よいしょ、おお、木がめっちゃ崩れてる。いやしかし今回も面白かったな。だからチャレンジルート途中棄権が一番しんどかった。コケはしなかったけどさ、それはコケから逃げたんじゃないかって、お前転倒から逃げたんじゃないかって言われたらはいとしか言えないんですけど、そこははいとしか言いようがないんですけど、ただまあこんな感じで無事走り切れてるんでいいかなと思いました。ありがとうございます。よいしょ、はい、そしたらこう右に曲がったら、右曲がってちょっとしたらもうラストダートは終了ですね。はい、 500m くらい走ったらラストダートは終わりです。よいしょ、よいしょ、よし、はい、というわけでラストダート終了です。ありがとうございました。いや楽しかったな。850チャンネル、おー、内房の海がまた見えてきた。いや去年と同じだ。去年は満身創痍だったけど、今年はもうすがすがしい気持ちで見ることができますね。まあそこにチャレンジしてないからお前どうなんだって話はありますが、そこら辺はちょっと許してください。おー、きれいきれい、東京湾を一望できてます。マカ牧場まで何キロみたいな話もちらほら出てきて始めてるんで、もうゴールはすぐそこです。はい、マザー牧場まで左折6キロ近いになりますね。もう近いです、もうゴールです。いやー長かったね。はい、マザー牧場まで6キロ、死んで、あとはもうゴールっすね。おお、マジ GS 乗りの方が来てくれました。このまま一緒にゴールしたいな。まあその感じで多分走ってれば一緒にゴールしてくれるかな。いやしかし本当に今回の DOA も面白かったです。いやけどね、チャレンジルートをね途中で断念したのはすごい悔しい。もっとこううまくやればこのバイクもフロントがなんか変な感じにならなくて走ったのかなって思って、ちょっとうーんって感じもします。でも今回は転倒せず、そしてお林道でこう一応立ち止まるとかそういうこともなくスムーズに来れたかなと思います。1年経ってだいぶ成長したなっていうのは感じますね。勢いがなきゃ走れないとことか、その中でもゆっくり走らなきゃいけないとことか、そういういろんなこうその時その時にあった走り方っていうのを選択できるようになったのかなって思います。今後 SSER とか出た時はハードな走行になると思うので、これは足がかりにしてもっとこうクリーンな走行とか、もっと危なげない走りをしていけたらなって思います。いやあとまあ 3,4 キロで終わりですけど、このまま何事もなく終わりたいね。あと帰るまでがラリーなので、帰り道も気をつけて帰りたいところです。マザー牧場に帰ってきた富士山。左に曲がって、
で、あそこで入ればゴールだ、一緒にゴールしましょうみたいな感じで、ちょっと通じたかな。いやー、一緒にゴールで、おー、 650GS、850GS、 シングルとツインの GS でゴール。あはっ、あー、そうっすね、やりましょう。これ2台いけます。イエーイ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ゴールした、ゴールした、お疲れ様です。やったー、やったー、無事ゴール。全部通して走ってないけど無事ゴールしました。やったー、ありがとうございました。あー、無事ゴールしました。いや、楽しかった。よっと、よいしょ、よし、オッケー、8号マンチャンネル。はい、というわけで、無事、850GS と、春の DOA ゴールしました。この200キロのラリーをですね、まあ、無事完走できましたし、まあ、途中ちょっとしたトラブルもあったんですけど、まあ、けど走れなくなるとかそういうこともなく、最後までちゃんと走ってくれました。本当ね、いいバイクです。この後は、ゴールチェックをして、今日使ったコマズを、本部に返却して、それで、終了になります。辛い部分もあったけど、すごい楽しかったです。最後ゴールチェックして最後の挨拶しようかなと思います。はい、というわけで、無事ゴールチェックも終えて、景品とかいただきました。今回は、マザー牧場が舞台っていうことで、牛がモチーフになった、T シャツをいただきました。で、プラスくじ引きが今回もあって、前回腰につけるバッグいただいたんですけど、今回はモトレックさんの、シートバッグ、まあ、こういうやつですねを、いただきました。今後ちょっと何かバイク買うとかそういうことになったら、これ使っていこうかなと思います。いや、本当ね、面白かった。まあ、いい思い出かなと。来年はもう旅行も完全制覇してやるぞっていうことで、新たな目標もできたんで、すごい良かったかなと思います。というわけで、今回の動画、DOA 春、これで全て終了になります。本当は楽しかったですし、自分が力つけられてるんだなっていうのも、すごい大会できてすごい良かったです。本当これを開催していただいた山原さん、および DOA 関係者の皆様、本当ありがとうございました。というわけで、今回の動画はここまでです。本当長いシリーズ、また長いシリーズになっちゃったと思うんですけど、まあ、本当楽しい楽しい楽しいイベントでした。ということで、また、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いやすごい汚れ、これもうガッチガチっすよ、泥で。まあ、湯の木とかあそこら辺の泥は結構厳しいので、こんな感じになります。すごいですよ、今回本当に1枚の紙になったんで、こんな感じですね。うわ、GS2、3台分2台分3台分ぐらいかなの長さのロールになってます。